ちょっと感覚先生に聞きたいんですけど。はいはい。当たってるから、笑顔が。はい。ランニングの YouTube 見ててさ。おぉ。その早く走るみたいな話に当然なってくるんだけど、うん、その時にその人が言ってたのが、その自分のイメージしてる動きと実際になっている動きっていうのに、まあ、差があるから、うん、そういうふうには動けてないことが多いって言ってたので、うん、それってもうゴルフにもあるんじゃないかな。ゴルフっていうのはまあ何のスポーツでもあるんじゃないかな。そのこういうイメージをしてるけど実際はこう動いてるみたいなのってないのかなと思ってそれを聞こうと思ったんだよね。平井博明のワンナップゴルフ。ありすぎて。ありすぎて。あ、ありすぎて。まあ言っちゃえば一番でかい部分で言ったインパクトゼロよね。はいはいはい、うん。俺がレッスンやってても話聞いてても結局インパクトでこうしてくださいって言ってるから、うん、インパクトでこうしようとしてるけど、うん、右から左の動きを抜いてるわけみんな。うん、右から左にフル加速で振る中でこれをするってことを抜いてるわけよ。はいはいはい、はい。だからこうやって静止状態っていうかゆっくりな状態でこうやって戻せるけど、うん、それに自分自身がフル加速したこのスピードを入れた時にどうなるかっていうのが、だから頭の中ではこう動いててももうこうやってなっちゃってるっていうギャップはめちゃくちゃある。あとは最近多いのは左手首が、左手首がね、こうやって上がるから、はいはい、こうやって上がるのに、こう上がるのが正解なのに、こう上がるから、このアドレスの高さを変えないで横移動してくれっていうのが、下がってないのに、下がって感じるわけよ。はいはいはい。なるほどね。そういうのもある。ああ、そっか、感じ方がね。感じ方が。今までが上がってるからね。そう。だそういうギャップってもうね、もう無数にあるスイング中。フォローの俺が言ってるこれ、これもこうやってやってるつもりで遠心力かけてこうなっちゃうとはね。上がってもね。そう。だからこうやってイメージしてる人はこうなるってことだよね。うん。めっちゃくちゃある。ほ全部あるんじゃない？あれだよね。しかも道具使ってるからさ、走るのだったらまだ自分の体だけど、自分の体じゃないものだからさ。そうそうそう。まあまあ分かりづらいよね。余計にあるだろうね。うん。あと、ボールポジションって言ってるでしょ？うん。ボールポジションって言ってるからさ、本当はこういうことじゃない。うん。だけど、こうやってヘッドも一緒に入れちゃうわけよ。ああ。うん。したら、この物体の大きさと、ボールとヘッドの物体の大きさって全然違うじゃない。うん。だから、ヘッドと含めた位置を意識しちゃう人がいるわけよ。ボールの位置なんだから、ボール単体じゃない。うん。うん。だから、これボール真ん中でしょ、うん、でもさ、ヘッドを置いたらさ、この物体だからちょっと右になるでしょ、ちょっと右に見える。見えるでしょ、うん、だから、これがさ、物体の真ん中に来てるわけじゃない、うん。でもボールだけ単体にしたら左じゃない。左にある。そう、そういうズレ。そうなんだ。そう、ある。めっちゃある。やばいある。あと、これだよね。まっすぐがこうです。うん、でもアイアンのまっすぐはこうですって言うとこれ被ってます。あでも向こうから見るとまっすぐです、はいはいはい、そういうのもある。めっちゃくちゃある。そっか、道具使ってるから余計そういうのがただ走るよりも多いよね。ある。あと物理的なものなのか分かんないけど、俺またインパクトゼロの話すると、フル加速してる時にこう戻らないから、どんどんスピードを上げてこう戻そうとする人がいるの、うんうん、でもどう考えたって遅い方が戻るよね。そうだね。そうだから逆をやってんの。戻らない方を選んでるの。だから腕が止まったら、加速して腕が止まったらヘッドが前に行くじゃない、うん、だけどずーっと腕が走り続けたらずーっと追い越せないじゃない。そうだね。そう、それで追い越せないの、うん、こうなれない、うん、そういうのもめちゃくちゃある。だからこれは勘違いの部類なのかもしれないけど、うんうん、そうだから急がなきゃ急がなきゃって言って余計にヘッドが前に出ないこともある。うん。でもやっぱりあれ、体の動き、うん、こういう風に動かしたいって思った時には、うん、イメージ通り動かせないといけない、うん、動かせないといけない。体はそうよね。ああ、意識をしてないと思う。例えばアドレスからバックスイングまで上下動をしないであげなきゃいけない、うん、それが理想なわけじゃん、うん、こうやって、うん、で例えば平井だったら、
じゃあ上下動しないで上げるために何をやるかって言ったら、どこかを見てるわけよ、うん、そうすると高さが変わったら目線が変わる。変わるね。だからそれを見てるわけ。それで高さを変わらないようにしてる。で、横のズレはこうやって視線がずれるから分かるじゃない、うんうん、だからそのオートフォーカスと目線のズレっていうのを気にすればこっから動かないだろうって俺は思うわけ、うん、その意識が足らないからこうやってなっても、え、伸びてますかってわけ。うん。だからそう、普段からの意識をもうちょっと強くするだけで全然変わる。うん、あと、前言ってたよね、なんか、バックスイングで止まってって言ったら止まれない人がいるみたいな。うん、なんだっけ。あ、打っちゃったってな。そう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 、そう。だから。でもそれはあれか、イメージしてないのかな、止まる。思い描いてないというか、止まること。どうなんだろう。ああ、それはあると思う。だから、不意すぎて、うん、いや、そんな急に言われても止まんないよっていう、多分感じなんだと思う。あ、普通止まれって言われないよねみたいな、まあそんなようなノリで止まって、でも俺 止めるストップって言いますかって言ってる時も止まんないからね。そうなんだよね。だからそれはね、動きたいより動けてないのか、そう、まあなんだ、それと違うのかちょっとよくわかんないんだけど。確かにそれ多分止まれる人はわからないと思う。うん。うん。で、止まれない人は止まれる人がわからないと思う。俺も、トール君と一緒で、止まれないのは分からない。分かんないね。だから止めようと思って動けばいいんだもんね。バックスイングしてる最中にストップって言うからって言ってるわけだから。うん。うん、だから止まれって言うんだろうね。だけど、止まれって言っても止まれない。うん。ある。俺もちょっと、それは分かんないんだけど、でも確かにその、自分の考えてること、思い描いてることと、実際の自分の動きのギャップっていうのは、めっちゃくちゃある。うん、レッスンしてて、うん、そうだな、どんな動きがいいんだろうな。例えばさ、左にハンドル切ってみてって言ったとするじゃん、うん、戻すの、うん、それ言った時に、うん、ちゃんと1回目で左に切れる人と、うん、切れない人ってやっぱり出てくる。全然出てくる、全然出てくる。それはやっぱりじゃあ左に切ろうって思って、切るイメージを持って動ける人と、イメージしても動けない人といるってことなんだよね。今の左ハンドルちょっと例でやっていい、うん、例えばバックスイング上げて、うん、こっから左切るイメージですよって言うと、うんうん、こうやってやる人がまず一人、うん、こうやってやる人がまず一人、うん、こうやってやる人がいるわけ、はいはい、これ3パターン、うんうん、だからそれ全部俺は左にハンドルを切ってくださいねしか言ってない人の反応なわけ、うんうん、だからじゃあその中でそのこっから腕を止めて、こう、クラブだけこう、左脇を締めて、こうやってやる動きっていうのは、回転してないからこうやってなるし、それ回転したら、こうやってプレーン上に降りてくるしっていうのが、ずるい話、俺はできるし、やってるから、そうやってできるだけで、初めて言われた人は、そうやってわからない反応はするんだなって、俺は勉強したわけよ。はいはいはい。だからそれはしょうがないなと思って。だから、何パターンかある動きの中でそれを違う動きをやっちゃったんだったら、あ、それは違う動きでこういう動きが正解ですよってその人に合った教え方をするっていう感じになっていくんだよね。あ、そうなんだ。そう。だからどういう反応するかがわからないから動画では詳しく言えないっていうのもあるし、そうだから今の左ハンドルで3パターン思い浮かんだだけでもあるわけじゃない、うん、したら全員に言ってるわけじゃないから、うん、もっと100人に言ったらさ50通りぐらい出てくるかもしれないじゃん。そうか、それがミックスになってる人もいるかもしれないんだもんね。そう。だからその一概にこういう時はこうやって直してくださいなんて軽々しく動画では言えないっていうことね。あ、うん、その人の反応を見なきゃいけないっていう。蹴らないでくれ、足を蹴らないでくれっていうのも、うん、こうやってやる人もいれば、うん、こうやってやる人もいるし、うんうん、いろいろある、うん、だからそういうのはね、その人の思い描いた反応をまず見たい、うんうん、っていうのはあるよね。そっからまず違う伝え方をしなきゃいけないの、うん、そうなの。だから本当に無数にあるから。そうなんだ、うん、絶対その方の理解の仕方というかね、うん、あれだからさ、こういう反応するんだろうなっていろいろ思っといてレッスンするって感じよね。でもその自分の思った通りに体を動かすってやっぱ訓練なのかな。まあ訓練だろうね。プロは動かせんでしょ。プロゴルファーはそのゴルフのスイングにおいては。そう、そう、そうなの、そこ。ゴルフのスイングにおいては、それはできる。
詳しく言わなくたって、うん、形で示さなくたって、うん、口で言ったら、あ、そういう動きねってわかる。うん。それはゴルフのスイングしかしてないからなんだけど、だから、あ、そこ全然ヘッド出てないよって言ったら、うん、どうやって出すのじゃなくて、ヘッドを出すから。へぇ、ヘッドを出そうとする。で、例えばね、じゃあ、トール君が先生で、うん、俺がヘッド出てないとする。そ、うん、したら、ヘッド出てないから出してくれって言うじゃない、うん、したら、うん、ヘッドを出して、こうやって右行ったんだったら、うん、ヘッドを出す左を今度打つわけよ。こうやって。うん、そう。だから、それは自分のニュアンスだから、そこまでトール君は、もちろん言う必要がないってことなんだよ。そう。だから、ヘッドを出してれば、どういう球を捕まえる、逃がすっていうのは、それは勝手にやれよ、平井はってことになる。あ、プロ同士の話でそうなんだ。そう。だから、ヘッドが出てないだけなんだからっていう話。だどう出せとは関係ない。うん。出てるか出てないかの話をしてるっていう。うん、で、出て右行っちゃってんだったら、うん。そこは自分で思い直せるだろっていうぐらいの感じ。あ、ほんで調整するんだ。そう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 。要は、度合いよね。角度の今度。うん。スイング早いよって言ったら、スイング遅くするだけじゃない。そうだね。どうやって遅くするかじゃない。うん。うん。それは自分でやってっていう。うん。テンポが早いよ。じゃあテンポを遅らせるね。って言って、こうテンポをこう遅らせるんでね。うん。うん、そう、そういう感じ。だからあれか、入社、どうやって入れるかだけ聞くんだ。そう。どう入れるかは。そう、その人しか知らないから。その人によって変わるから。うん。そう。そう、だから、この角度で入れてって言ったら、はい、じゃあ俺はこの角度。じゃあ俺はこの角度ってなるだけだから。全員同じ角度から降りるんだよね。うん。うん。ちょっと、思い出してわなわなしてきたけど。プロの時代よ、うん。うん。そう。でも結局そうするとあれだね、走る話と違ってさ、うん、体どう動かすかじゃなくてさ、結局やっぱクラブの話なんだよね。そう。いや、ほんとそうだね。そうだよね。そう。これがどうなってるかの話。でしかないってことだよね、やっぱり。やっぱ違うね、走る YouTube とそうすると。自分がイメージしたようにクラブは動かせてないよってことだね。そう、そうだね。体じゃなくて。うん、ラグもそうだしね。ああ、はいはいはい。腕とクラブのラグがスイング中にあるんですよ。それを、まあ、トール君と動画でやったんですけど、まあ、そういうのも、自分では、こう、ガチガチに固くこうやって使ってるつもりでも、ヘッドが重いんで、こうなるんですよね。それが頭の中に入ってなきゃいけないってことなんですよ。必ず自分がヘッドがこう、どこにあるか、どこにいてほしいかっていう問題なんで、どこにいてほしいかっていうものは何ですかって言ったらやっぱクラブですよね。そうだ、クラブのことを全て言ってるんですよね。どこにいなきゃいけない、どこにいてほしいっていうこと。そのためにじゃあ体はこう動かしましょうってなるって、そういうことですね。どうなんだろう、それはランニングは道具を使わないからってことかな。言ってることがあれなのかな。違う、例えばプロのランナーは膝がここまで例えば上がるとしたら、うん、ここまでしか上がってないから、でも本人はここまで上がってるつもりですよ。そういう感じ、そういう感じだと思うんだよね、多分。例えばこう手を、腕を肩と水平のラインにもし上げるとしてね、そういう動きはないかもしれないけど、で目つぶって上げたらこう上がりすぎてるのか上がってないのか、なるほどなるほどなるほど、はい、自分で自分の体って思ったようにまずはね、動かせないよねって、うん、それが運動神経なんだもんね。そうだね。だからよく要は伝達をうまく活かせろって、そうそう伝達もね、そう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 、伝達がうまくないんだよね。まあ、ギターなんてまさにそれだもん。そうだね。動かないんだもん、分かってても。左に指も右手も。違う動きするもんね。そうね。うん、そうね。だから、もちろん、そういう時代というか、そういう時もあったから、うん、アマチュアの方の、その、お悩みっていうのが、なんだろう、すごく分かるんだよね。俺も、相当それで父ちゃんに怒られたから、怒られたっていうかね、厳しく言われたから、わかるんだけど、その時俺が悩んでた悩み方と今レッスンに来てくださる方の悩み方が違うんだよね。時代の変化なのかもしれないけど、そうなの、うん、少なからず俺がジュニアの時の自分と周りのジュニアとその頃一緒に近くでやってた大人の方たちの悩み方って、クラブがこうやって戻ってきちゃうんだよ、こうやって戻ってこれないんだよっていう言葉の悩み方はめっちゃくちゃ聞いたの、うん、だけど体がこういう動きをして
こうやりたいんだけど、こうやって体がなるって俺聞いたことないの。記憶がないの。だから今はそれが主流なの。その悩み方が。その悩み方の主流がおかしいんだけど、言い方も自体もね。だけど、そういう悩み方の変化も今出てきてるわけよ。うん。だからそれって体の動きから入ってるからそういう悩み方になるだけで。そうだね。そう。別に、思い描いたクラブの入り方をして、したら、してるんだったら、体がどう動こうと悩まないはずなの。そうだね。うん。自分の、その、決まったね、こういうスピードでこういう入れ方をしたら、こういう球が出るっていう、絶対その球が結果が出てるんだから、体の悩みにはならないから、だからそういう部分も前と違ってきてるなっていう。まあそれは、いい悪いは別としてね、そういうのも俺は感じてるんだよね、今。悩み方も変わってきてるし。まあそれはクラブも変わってきてるから、当然なんだろうけども、ちょっと疑問というかね、ああ変わってきてるなっていう気はした。だからまあ本当に、自分で考えてる、頭の中で思い描いてることと、実際に自分が動いてることのギャップというのが、どんなスポーツでもあると思うんですよ。もちろんそれを一致させるために、平井は、考え方の方を寄せてます。はい。だってそれが一番早いんだもん。思い描いてる方に行動を寄せると大変ですよね。なんでそういう大変なことは僕は嫌いなので、行動の、実際に動いてる行動の方に頭から寄ってってるんで、楽なんですよ。そう、そういう手段もありますので、ぜひ、カメラで自分のスイングを記憶して、その記憶のもとに、自分で自分をコピーしてみてください。恐ろしい球出ますよ。例えば、こうなっちゃうスイングなんだったら、それコピーしてみてください、自分で。それが一致ですから。うん、そうすると、ギャップがなくなるってことが大事なんですよ。まず。だからそこが大事なんで、まあ本当考え方一つでスイングって変わりますので、ぜひその辺はいろいろお試しして練習してみてください。はい。で、今回は動画以上になります。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。